皆さんこんにちは。2022年にお笑いさんま御殿への出演を果たしたことから、競艇のファン以外にも知名度を増やした冨樫麗華選手。実力はもちろん、美しいルックスも注目を集める理由です。今回は冨樫麗華さんのプライベートに迫っていきたいと思います。ひときわ目を引く派手めなルックスから、冨樫麗華選手に興味を持った人はたくさんいることでしょう。冨樫麗華さんは本名を今泉麗華といい、1989年11月8日生まれ、東京都府中市の出身です。冨樫麗華選手は東京支部に所属している現在 A2 クラスのボートレーサーです。年齢は33歳ですが、まだまだ成績を伸ばし続け、 A1 クラスが間近に見えているレーサーの一人です。実力はもちろんですが、冨樫麗華選手が注目を集めるのは美しいルックスにもあるでしょう。美人ボートレーサーは多くいるものの、清楚で可愛らしい外見の選手が大半です。その中で冨樫麗華選手は明るい金髪が目を引くギャルのような外見をしています。業界内では少し異彩を放つルックスですが、他の選手にはない魅力を持っているため、熱狂的なファンが多くいます。トークショーやイベントなどにも積極的に参加をしているため、会いに行けるアイドルのような存在であることも人気の理由と言えるでしょう。見た目からは少しイメージがしにくいですが、冨樫麗華選手はファンの間ではお嬢様ボートレーサーと呼ばれ親しまれています。お嬢様と言われる理由として、フランスの修道女会が設立母体の白百合女子大学出身だからです。白百合女子大学はまるで少女漫画に出てくるお嬢様学校のようなイメージの大学でしょう。卒業生の就職先は銀行員やキャビンアテンダントといったまさにエリートコースです。ちなみに冨樫麗華選手は在学中フランス語を専攻していたそうです。多くの生徒がエリートコースを進む中、冨樫麗華選手は競艇選手の道を選び、水上で争うことを選択しました。白百合女子大出身のボートレーサーはもちろん初で、今後も出てくることはほぼないでしょう。冨樫麗華選手自身がボートレーサーを目指すきっかけになったのは、母親とのサイクリング途中に多摩川競艇場から聞こえたボートの爆音に魅了されたことからだそうです。以降何度も競艇場に足を運び、大迫力のレースを見るたびに自身もレーサーになる夢を固めていきました。エリートコースを進んでいた中でのボートレーサーになりたいという告白に、当然ながら両親は大反対したそうです。そもそも大学時代でも門限を決められ、門限を破ると鉄拳制裁という厳格な家庭だったために、まさに衝撃の告白だったと考えられます。両親の反対を押し切るために冨樫麗華選手は条件を提示したそうです。条件はまずちゃんとした内定をもらうこと。内定をもらった上で大和養成学校の試験を受けることというものでした。その後条件通り某一流金融企業からの内定をもらった冨樫選手は大和養成学校の試験を受験します。大和養成学校は競争率10倍を超える超難関校でもありますが、結果は見事一発での合格となりました。夢を達成するためにひたすら努力して突き進む強い意志がうかがえます。提示した条件に完璧な結果を残したことに両親も反対するわけにはいかず、晴れてボートレーサーの道を歩むことになりました。ボートレーサーとしての道を歩み始めて以降、順調に勝利を重ね、2017年には初優勝を決めるなど輝かしい成績を残している冨樫麗華選手。2021年に週刊朝日芸能内のコラム「冨樫麗華でございます」にて結婚することを発表しました。それも記事のメイン部分ではなく、最後の部分で少しだけ触れるという冨樫麗華選手らしい発表の仕方でした。もちろん突然の発表に驚いたファンは数多くいたことでしょう。ちなみに授かり婚ではなく、真面目にお付き合いを重ねた上での結婚であるとの報告をしています。重ねて今後もボートレーサーとして活動を続けていくので応援を続けてほしいとの発表もされました。気になる冨樫麗華選手の結婚相手は同じ競艇選手で同期の今泉優吾選手です。今泉優吾選手も現役のボートレーサーで、最高級である A1 クラスのレーサーとして活躍しています。今泉優吾選手は1989年12月3日生まれ、
東京都の出身です。同じボートレーサーであることから、平和島競艇場で同じレースを走った際に自然とお付き合いに発展していったと語っています。同じ境遇の中で戦友であり良きパートナーでもあったということでしょう。今泉優吾選手はいつの間にか自然と付き合うようになりました。同期ですし、大和で1年間一緒だったので気を使わずに居心地がいいです。一緒だと落ち着きますと語っています。ちなみにお嬢様レーサーや派手なルックスから人気が高い戸賀玲香選手に対し、自分も人気が出るように頑張るとコメントを残しています。戸賀玲香選手はボートレーサーの中では初のフライデーに激写されたことがある選手としても話題を集めました。一体どんなネタでフライデーされたのかが気になるところです。内容としては大相撲高安関とデートをしたと驚きの報道でした。ですが真相としては、江戸川競艇場でトークショーを行った後に浜野谷健吾選手や柴田哲平選手らを含むメンバーと共に食事を行っただけのことでした。あたかも戸賀玲香選手と高安関がデートをしたかのように報道がされただけでした。お嬢様学校出身ということや目を引くルックスから、マスコミにとっても注目の存在だった証でもあります。後に浜野谷健吾選手がこの件についてネタにしたり、本人も友達であるとコメントしたりと怪しいものではないことが明らかになっています。今や数多くのボートレーサーが情報発信を行っている SNS ですが、戸賀玲香選手も SNS にて発信を行っているのでしょうか。ところが戸賀玲香選手は2022年現在、 Twitter やインスタ、YouTube などでの活動は行っていません。 Twitter に関しては2016年から2018年の間までは更新を続け、7500人以上のフォロワーがいましたが、現在はアカウントを削除しています。原因に関しては報告がされていないため不明です。本人からの発信が見られないのは残念ですが、戸賀玲香選手自体はかなりの人気レーサーなので、周りの人からの近況報告はとてもたくさん見られます。さて、戸賀玲香選手の年収は約2000万かと思われます。まとめ情報によると、2021年賞金ランキングでは 1604.4 万となっています。戸賀玲香選手はレース以外にもイベントに出場したりコラムを書いたりしているので、そういった活動でも上乗せされると考えられます。戸賀玲香選手の賞金は次のように推移しています。2018年 767.4 万、2020年 1797 万となっています。ボートレーサーの収入とすると平均的金額のようですが、サラリーマンからすると4倍以上の金額になります。さらに生涯獲得賞金は8000万と言われています。タレント活動なども含めると1億は軽く超えてしまいそうな予感がします。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。